はい、今回見せていただいてますのがヤマハの U2 ですね。55歳のピアノになりますのでね、先ほどちょっとチューナー当てて、音の方を見ましたら、30セント以上の狂いがね出てきておりますね。そのセントっていうのはね、同ノート弾いて C ノートが出るぐらい狂うと100セントの狂いになるので、だいたいまあ3分の1ぐらいこう下がってるっていうふうな状態ですね。でこれをね、一気に引き上げるっていうことになると、ちょっとね、この弦の引っ張る力が80キロから90キロで引っ張ってますので、240本の弦を合わせると20トンぐらいの力になりますのでね、最初ラの音をね、 A の音を中心にこう順番にこう引っ張っていくんですけど、他の弦をどんどん締めていくに従って、鉄骨もしなってきますし、後ろの響板も響く板ですね、だんだん押されてくるということもあって、最初合わせた音がどんどんね、狂ってきます、下がってきますので、見越し調律といってね、下がってくるのを見越してギュッと引っ張っといて、他の弦を合わせていくうちにいい感じのとこへこう来るようにザーッとこう調律をするんですけども、ピアノの年齢がね55歳ですので、ちょっとね余分に引っ張るっていうことに対して弦が耐えるかどうかっていうところがねちょっと心配になってきております。何年か前にね、ちょっと掃除っていうか磨きをかけたりとか部品交換とかもされてるみたいなんですけども、弦の交換はね、なのでちょっとね磨きかかってるので綺麗は綺麗なんですけどね、弦の方がちょっとね心配になってきてますので、ちょっとね弦を全部交換するようなオーバーホールもね含めてお見積もりさせていただいて、今回ねオーバーホールするのか、もうちょっと一か八かというかね、調律だけにするのかとかね、まあ、将来のことも考えてねご検討いただいてもいいのかなと思いますね。おそらくねこのブライドルテープなんかは大概もうねこの年代だとバリバリね割れてくるところですけども、そこもね綺麗になってますし、この中のねバットフレンジコードっていうのもね交換されてるようですね。鍵盤の表面もね綺麗ですので、これも張り替えて貼るような感じですね。まあ変えるとしたらこの鍵盤の横揺れがねちょっと激しくなってきてるので、この鍵盤ブッシングクロスですね、ちょっと取ってみましょうかね。これですね、この赤いフェルト、これが、ね、ここに刺さっていくような形になってるんですけども、この鍵盤ブッシングクロスはねちょっとすぐにっていうことではないんですけど、こういうふうにね鍵盤外して、調律師が持ち帰って、張り替えてまた持ってくるということはできるんですけども、弦をね交換するときはピアノごと工房へ運びますので、ピアノが工房にある間にこれ直してしまう方が安く上がるので、これはまあオーバーホールされるときは一緒に変えといた方がいいのかなっていう部分ですね。鍵盤ブッシングクロス、そんな感じになっております。はい、とてもいいピアノですのでね、弦を交換してさらに50年使えるように、されるっていうのもいいのかなと思いますね。はい、では外装の方も取り付けてチェックしてみたいと思います。はい、外装の方を取り付けてみました。木目がねすごく美しいピアノですけどもね、塗装面ねよく見るとちょっと光のかどうかな、映るかな、ちょっとねこうしっかりと見るとこうひび割れというかね、そういうのがね出来かかってきてるんですね。なのでこれ古い塗装をね剥がしてしまって、今流行りのね、艶消しの塗装にねしてしまうっていうのも面白いんじゃないかなと思いますね。で黒の塗装でしたね、その黒の塗装を剥がして、出てきた木目によっては木目を生かしてとかね、そういうこともさせてもらったりとかするんですけども、これはもう木目がね綺麗な木目が出てくるのはもう分かってるのでね、それで、艶消しの感じのね、塗装にしはっても、なんかお部屋の雰囲気にあって、艶消しの塗装はいいんじゃないかなと思ったりしてますね。はい。いろいろとね、色も、白にするとかね、ブルーにするとか、ピンクにするとか、そういうこともできますので、いろいろとね、ご提案させていただいてもいいのかなと思いますね。家族みんなで弾かはるようですので、この機会に、グランフィールって言ってね、アップライトをグランドピアノのタッチに変更する技術とか、ショーンユニットね、夜とかね、ピアノを練習されるときに、家族の人がテレビ見てても、ピアノは練習できるとかね、そういうふうな風に、環境を整えはってもいいのかなと思ったりしてますね。
はい、外見もね、中もすごくいいピアノですのでね、ちょっと張り切って見積もりもさせていただこうと思います。